とお話の贈り物ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは、高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお送りしていく番組です。はい、はい、ということで今回のテーマは、はい、仲間は素敵ということでね、はい、ちょっと素敵な仲間をご紹介したいと思います。はい、はい、ご紹介いたします。ギタリストの土田直之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。ね、土田くんって言っちゃいけない、ね、土田くんにはね、イーズナーのね、はい、時にも来ていただいてね、はい、お話をねしていただきました。ありがとうございます。はい、はい、今日はね、せっかくね、さっそうと、ね、はい、ギター片手に一曲弾いてもらいましょう。はい、はい、ではご紹介します。マイヤース作曲、カバティーナです。どうぞ。あるかなっていう、綺麗な曲ですね。綺麗な曲でね、この曲が発表された時はね、はい、ギタリストはとても喜んだんですよね、うん、まあ、これでまたギターが盛んになる、はい、かつて禁じられた遊びというね、はい、映画がそのギターのテーマソングで、でこれも第二の
そういうギター遊びになるかと思ったらね、曲が難しすぎてねなかなかアマチュアの方にはちょっとね、うん、こういう、まあ、具体的なやつだけど制覇という、はい、あの音が出づらいのでね、うん、残念でしたけど、でもまあ、あの結構皆さんチャレンジしてね、はい、弾いてくれてるという曲なんですね、うん、あの土田君は普段はあの、はい、実はニュークロスロードという名前のデュエットのユニットがありましてね、あのフルートとかオカリナをね、はい、あのやってくださる斉藤由美香さんと、大体どんな感じで演奏会はいつも？いつもですね、まあ、いろんなイベントがあったりですね、うん、あとはまああのまあ二人、まあ、夫婦でして、うん、はい、はい、自分で言っちゃいましたいいです、はいはい、だから普段から、はい、あそんな感じで、まあ、コンサートを、まあ、お招きいただく。多いですか。あ、いいですね。あの例えば土田君は自分でギターだけでどっかでやるとか、から、奥方はそのフルートだけとか、奥方だけでやることが、二人でやることって頻度の方が多いですか。半々ぐらいですね。あ、でもなかなかいいですよね。はい、あの、ね、夫婦でやる難しさっていうのはね。あのありますよね。あの小声になることないんですけどね。あのね、僕が一番ね、あの反省してるのはね、いつでも練習できると思って、うんうんうん、一緒にいるから、はい、で結果ね、練習時間がなくてね、はい、本番が迫ってきてどうするのとかっていう、あの他の人とは行く行くに、じゃあ何時にどこどこでね、あの合わせましょうってスケジュール作るでしょ。だからやっぱりそういうことないですか。いや、あの結局うちではね、合わせられないのでね、あの別のとこ行ってこう練習をしたりとかですね。あ、じゃあ割と計画的にこう、計画的にしないとやっぱり。そうそうそこですよね。そこですよ、ね、だから本当にどっかホール借りて練習するとか、ね、いつでもできると思うとなかなかやらないっていう、はい、なかなかできない、うん、あの奥様はそのフルートとオカリナと両方こう、はい、今あの活動的にはどちらが多いですか。あ、そうですね、あの、まあ、やっぱりオカリナって結構いますね。そう、盛んですよね。盛んなのでね、あのオカリナの方も結構たくさんありますね。あの実はね、その今日は来ていた、残念ながら所用で来ていただけなかったけど、はい、その二重奏の様子をね、ちょっと、はい、見ていただけ、ちょっとご紹介いただけますか。あの内藤オカリナというね、あのその楽器のメーカーがあるんですけれども、うん、そちらの方が2010年に、はい、第4回内藤オカリナフェスタという、あのフェスティバルがありまして、はい、場所はですね、北東ピアと言って、王子の、はい、はい、そうですね、はい、桜ホールというところで、大きいところですよね。大きいところです、大きいところですけど、オカリナ好きな方がたくさん集まられて、はい、素敵ですね。まあその様子から、はいはいはい、はい、それではお届けいたします。オカリナとギターのデュオで月物語です。どうぞ。Thank you.
リナとギターのデュオで月物語でした。はい、はい、ね、オカリナとギターのデュエットはね、結構この回でもね、いあの、はい、いろんこれ3チーム目かもしれませんね、あのいろいろなんかしみじみとしていいもんですよね、はい、あの楽器は ね、あの本当に、はい、はい、ということで、はい、それでは最後に今更ですがのコーナーに行ってみたいと思います、はい、今回の質問はですね、爪の磨き方について教えてくださいと来ております。ああ爪の、ね、あのね、まずね、そうですね、ギターをやりになっている方は右手の爪を伸ばして弾くということは常識ですけど、はい、知らない方の側だから、ギターをね弾かれない方は、ね、えっ、ー、と驚かれるので、はい、あのまず右手は爪を伸ばして、はい、その爪で、その爪をどう磨いたらいいかというのが質問ですよね、はい、土田君はどんなものを使って、僕はですね、あのこういう見えますかね、こうガラスなんですけど、あ結構流行ってる、はい、うん、ちょっとちっちゃめのやつですけど、こんな感じで見えますかね、ざっくりと、そうそう、で、あと細かいので仕上げとかはあ、まあ、フッと吹いて終わりです。うわすごいですね、待ってて、男性らしいこれ僕はめめしくなっちゃうんですけどね、はい、こんなにね、僕グッズが入ってましてね、あのね、いっぱいありますよ。で、あのそのガラスのあれでね、はい、っていうのは僕も一緒なんですよ、はい、でその後ね、こういうね、細かい紙やすりを使ってね、うん、あのもっともっと念入りにだいぶ違いますけど、あのギターという楽器は爪がね、直接弦に当たるんですよね、指先が。だからこの爪がやっぱりこうザラザラしてたりあのすると、やっぱり雑音のもとになるので、必ずあの細かいヤスリでこうお手入れをね、きちっとしてください。はい、僕なんかね、もう生徒が来るとね、爪をねキュッと触ってこうザラッとするとね、まずねヤスリ渡してね、見上げなさいねこの先がっていうことですか、この爪の、そう、先がですね。でもそんなざっくりどうですか、でもあ、いい感じだねいい感じでも、すごいですね、あのだから、ただね、この形をどうするとかっていうのはもうね、人によって爪の形が違うので、だって、はい、もう土田君と僕でこんなに違うでしょ。そうですね。で、僕なんか3本とも違うしね。だから面白い感じにこう、これはね、だからね、ちょっとこう削ったらいいですっていうのはね、一言では言えないんです。あの篠原ネイルサロンに お出かけください。あの削って差し上げますので。はい、まあともかく大切にしてくださいということと、あの細かいやすりであの手入れをねしてください、はい、あの前川柳がありましたね、ギタリスト ね、はい、腕を磨かず爪磨きっていうのがありましたね皆さん腕磨きましょうはい、はい、ということでした。はい、それではあの土田さん、はい、最後に何かこの、はい、今後のご予定がありましたらぜひ教えてください。はい、8月11日、あの山の日というね、祝日になりましたけど、そうですね、はい、あのプレミアム金曜日、ということもありますしね、あの武蔵境のスイングホールというところで、はい、リコーダー、ギター、ピアノといった編成であのコンサートをしたいと思ってますので、はいはいはい、ご案内が出ると思います、はいはいはい、ぜひお出かけください、はい、それでは今回のゲストはギタリストの土田直之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今週もお別れの時間となりました。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。再放送が YouTube にアップされております。検索ワードはギターはおしゃべりでぜひご覧ください、はいはい、それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。Thank you.
はい。